おっ、ほらバッチ急だな先月バッチノートを拾って2ヶ月目だよ。この1ヶ月の間に2人の死神と会って僕の喉は潰れてしまった今回グランパ中野店に第3話を取りに第3話をねしに来てるんですけど、私の視界に入ってる死神がどう考えてもあの大久保店の方の死神なんですよ。そうですね。ニットがいるんです。ニットかぶってないけどニットがいるんですよこれは一体どういう猟犬かと、はい、何か理由が一応運営から伝わったスケジュールがミスってて今日は大久保店の予定だったと。はい、中野だった。なるほど、はい、私もですね死神のスケジュールがちょっと間に合わなかったんですね、私もですね、先週ぐらいにすいません、あの大久保と中野逆でしたって言われた。あ、いいです別にと私は、私はどちらでもっていう。なるほど死神サイドとしては死神サイドとしてはもうちょっとどうしようもないからじゃあしょうがない、今日出張で。やむなし。なるほど、最初からつけなきゃよかったんじゃないそういうのリリリリリッティ。あ、僕が帰った後も書いた人がいるんだな。番長3の112番台は金の寺が出ました。書くが書けなかったんでしょうね京都にある金の寺って金閣寺しかないんで バチさん、松本バチの口ひげはありかなしか。あり1票、なし5票。ほっといてほしいですね。あ、すごい達筆な字で。導入希望機種やお店への要望などの書き込みもお願いいたします。バチさん、死神さん、本日もよろしくお願いいたします。グランパ中野って書いてあります、ね、非常にホームページにも書けるような内容が書いてありますけど、あ、なるほどね、真面目なんですね。グランパ中野の店長さんは真面目なんです。なのでね、何か新しく増やしてほしい機種とか、まあぶっちゃけお店の要望なども書き込みお願いいたしますって書いてあります。もうシンプルにもうでっかくもっと出せでもいいと思うんです、もちろん要望の一つだと思うんでね。で、何かあるんですか。これはもうだって中野に大久保の死神が出てきてそのやることとかあるんですか。ちょっと今日教えてほしいのは、なんかちょっと技術を介入したいなと。技術を介入したい。それは程度は問わない。程度は問わない。ああ、程度どれくらいなの。私がね、目押しですか。目押しです。95は超えると思いますよ、成功率。ビタ押しはぶっちゃけサザンアイズやった時、もう二度とやらねえと思いましたけどカメラショってサザンアイズ打った時にもう二度とやらねえと思いましたけど、多分 95% ぐらいはあると思うよ。44番なので。はい、なるほど。じゃあまあそれを込めればいい。まあ朝は好き、まあ帰るまでにやればいいってことでしょ。帰るまでに。ああ、なるほど、なるほど。だからまあノーマルとかに最後ね、行って目押しでこうやってペイアウト上げるんだよ的なことを要素として盛り込んでくれと。わかりました。じゃあちょっと念頭に置きつつ、まあ今日44番なので、まあ入って何が取れるかわかりませんがやっていきたいと思います。一応前回の、バチの時は番長とか信頼系が熱かったのかな。バチ3とか増大してるやつがあれ全体じゃないかみたいな。違うな、それはカイドウ G スタイルだなそうだね、間違えましたね。そう、違いました、すいません。前回のカイドウ G スタイルの話です。それで、でここで熱かった。そっか、番長3とかかに入ってたのか。まあまあちょっとね、こっちの収録の方はどうなるか分かりませんので、まあ2回目ですからまだ、ちょっと固定調べということで、皆さんも何か分かったらお気軽にノートを使ってみてください。今日もまた一つ新たなノートの使い道が生まれることを楽しみにしております。では中に入って、今回は中野店ですが、ニットを引き連れて実践してまいりたいと思います。バッチノート第3話スタートです。
願いします。じゃあ一応あれしようか、第一希望は番長 A かな、空いてれば。あ、空いてなさそうだな。そしたらカンフレディテトラでもいいけど、あ、空いてるね。一応行こうか、行こうか。よし、やりましょうか。 A、それでは今日はちょっと技術介入希望というあれもありましたし、朝市からでオス番長 A が取れたのでこちらで行ってみようと思います。まあとにかくですね、技術介入要素が満載でございます。でしっかりやれば設定位置をね、あの 100% 超えるところまで持っていけるっていうあの話なんですけども、技術介入っていうのはね、目押しがうまけりゃいいってものではないんですよ。まず先に目押し力もちろん必要です。そしてもう一つ、もちろんどこを押すかという知識も必要で、最後にすごく重要なのが集中力。わかりますね、押すべき時に押せる集中力がないとダメなんですね。参ります。僕やって、よし。一応ね、狙い方から説明していきますと、まあ、左リールにチェリーを狙うオーソドックスなやり方では一枚役とかが取れないので、中リールにですね、全部これね、全部取るやつやっていきます。今現時点で分かってるやつ全部取れるやつは、中リールにチェリー弁当を押します。ビタ押します。で、まあ、これ外れ、ビタ押しですよ、ここに。で実際は、これのビタでも一枚役も弁当も取れるんですけど、ただこれ外れと弁当がここから滑る揃っちゃうと区別がつかないので、なるべくだったら、ここに押します。でね、打ち方はあとは各自ね、これリプレイ対応、攻めができながらやってきますけど、ボーナスプラス RT なので、ビッグボーナスの後に必ず20ゲームか青ならだったら50ゲームの RT がついてくると。でレギュラーの後には RT がついてきませんという台です。設定差としては、まあ、ボーナス確率がね、これ4段階設定なんですけど、ボーナス確率が1、2、5、6、普通だったら高設定ほど当たりやすいってなるんですけど、実はね、一番当たりやすいのが6なのはそうなんですけど、5よりも2の方が当たりやすいです。レギュラーにちょっと寄っちゃうんでね。で偶数設定ほどレギュラーが出やすい。であと高設定ほどコイン持ちがいいので、ベルト、あと第3ショットする弁当、これを数えていきましょうと。で今のところベルも弁当も立ってません。1だ。もう先に、多分説明しないといけないことが。あ、どうしました？いや、もう、声がだんだんおかしくなった。あ、僕の？僕の。なんで？いや、なんでなんでカメラ回ってないところで、だんだん説明する割に、回ると。あのね、ちょっとね、年も考えずに先週ね、ダブルヘッダーを2本入れてしまったですね。入れてしまったというか、まあ、入れざるを得なかったんですけど、深夜収録とかもやって、1週間で8本収録するっていう、あの謎の、ね、無理をした結果ですね、喉がちょっといかれてしまってですね、またね、空調の強いビジネスホテルに泊まったのがまた良くなかったね。お湯強かった。昨日の朝違和感を感じて、昨日日中と夜2回収録した結果、朝起きたらドラえもんの声になってます。もうね、これはもうしょうがない。秘密道具出してくから。中リールチェリービター押し。チャンス。これが一応チェリーか弁当の攻めです。なので左リールにバー狙ってチェリー狙いにいきます。でこれが中中段まで滑ってきたら強弁当ボーナス確定で弁当狙うと。これがね、12枚だから弁当が
これをこぼしてると勝てるわけないです。で弁当はあんま当たらないんで、ボーナス察知手順はやりません。今日はどんどんあの秘密道具出してきますからね、安心してくださいよ。私が死神さんの願いを叶えます。ちょっと想定した形とは違う形で願い叶う可能性がある。ひげ型ロボットです。ひげ型ロボットです。どうも、その未来の世界のひげ型ロボットです。当たるね、周りは。アクター一枚役です。中をねチェリーベントベントを押してきたら、この城の名前でストーンを振ってきた時、この時は一枚役が立っているので、左リールに白7でこっちにバーを狙う。でそうするとこの白7ベンって書いてあるチェリーでバーでここに1枚、これがまあ一応ボーナスと同時成立するチャンス目の次に強い役かな。でこういう風にボーナス期待できる出目を引いた、巨額を引いたときは、これでボーナスを絞っていきます。ボーナスタッチテイクいきます。右リール下段にバーピタ押しで、ここに止まったら、この上に白7がいるので白7ビッグの場合は落っこってくると。で今でこれここに子役が立ってなければ白7は否定するんで、次これ白バーを狙っていきます。まあリプレイですね、これリプレイです。もう一回やり直し、滑ってこない、はい、白バーいない、白バー否定、次は赤 BB と青 BB を狙います。この形でもうね、赤 BB の時はね多分この形に揃わないと思うんだよね。これリプレイか赤レグ、これでとりあえずボーナスは引け、今ボーナスはいないはずなので通常手順に戻ります。これでボーナスが出てきたらどっかで目押しにしてる。なのでまず一つの一つ目の技術介入要素としては、成立した子役を全て取るということ、払い出しを受ける。で次の技術介入要素、ボーナスが成立しているときはなるべく早く揃える。でこれなんでだっていうと、まあ、演出見えなくなっちゃうじゃねえかっていうのはあるんですけど、ボーナスが立ってるときはいくら回してもボーナスを抽選してくれないので、そのゲーム数をなるべく少なくする。なので成立しているボーナスを見抜いて1ゲームでも早く揃えに行くっていうね、これが2つ目の技術解ですね。今のところはまだ技術介入率 100% ですね。1枚役こぼしなし、弁当こぼしなし、チェリーこぼしなし、ボーナス成立してないから無駄ゲームなし、今のところ技術介入率は 100% ですね。ズンズグズズン、チャララ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 、はい、なんです？今のレギュラーの音ですね。ああ、今のレギュラー中の音です。じゃじゃじゃ、あららじゃらじゃらららら。チャララ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 ラチャラララララララ、そんなに低くなかったの？チャララ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 ラチャ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 、のび太くん声がガラガラだからね、ガラガラ時しかできないんだからね、いいよね、すごく楽なんだよいつも。なるほど、いつもドラえもんのモノマネしようとすると、お、あ、チャンス目だドラメさあさあ、そろそろ当たっておくんなまし、白レグなし、さあさあ、やな予感やな予感、わあ、ノーヒットです。今何気に
リプレイだと思ったけど、ノーヒットでございます。おめでとう。あ、なんか引いたんじゃないかこれ、ここで。むむ、お、お、レオシミスか、早いか、いないと思うんだけど、うん、いないですね、いないです。あ、リプレイだ、シュートエッグ、いないと思いますよ。あ、いないですね、いないです。もう探せど探せど、ボーネさん見つかりません。頑張って探しましたが、残念ながらいないですね。うん、こういうことあるよね。あの演出の強さに、あの自分の目押し力の自信を失う。またなんかざわついてる。あ、危ない危ない。レア子やん。ああ、これね、私のね、今までの、まだそんなに打ち込んでないですけど、今までの打った感じでこれ一角です、おそらく。今チェリーかチャンス目でしょ。チャンス目の対応手指形ってベル真ん中なので、チェリーの対応手指形は、チェリー弁当弁当なわけなのに、吹っ飛んできて白棚が落ちてきてる。これリプレイ対応なんですけど、多分チェリーがここで入賞するはず。うん、これチェリーと白白赤か白白白か白白レギュラーが一緒に立ってる時しか私はまだ出たことがないので、これね、います。多分あ、リーチ目じゃなくてリプレイね、チャンス目、チャンス目リプレイ。多分だけどね、あれだと思うんだよ、ボーナス成立後とか RT 上で上がったとかな、出やすくなってるんじゃねえかなって思うんですよね。厚めの演出、いわっしょい。あー、出た、すごい。これどれだっけ、どれの特訓だこれ、懐かしい。バババババババ2の超特訓かな。赤赤、あ、来た。え、待てよ、白なの、え、白が落ちてきてるってことは、ここ目押しミスってんのか。あー、怒ってきた。ここの目押しが甘かったんですね。で、ここも白怒ってきてるってことも白揃いですね。どうせい演出、残念ながらちょっと飛ばしちゃいますけど、はーい、242白ビッグ投資が8000円。 OKOK、 下段にバービタってなかなかね、ちょっと早めに僕押す癖があるんで、まあ、サプライズパターンでしたね。何かご希望ありますか。2がいい、2がいい、2の誰かがいいってこと。俺ミサを全然選ばねえからな、しょうがねえな、最初だけやぞ。よし、で技術会議は中右適当に押して1回だけダブル7を押す。あっ、ビタ押しすんだっけ。違うよ、レギュラー狙うの、あ、違う、見えたら狙うのレギュラー中だわ。中右適当押して中段にバーミス。これ、これで、9枚取って、あとは2連7狙って外れ、滑りベルを見抜いていくと。でビッグ中に結構、設定推測要素が多くてですね、中でもでかいのは外れとチャンスチェリー、まあ、まず外れが出た時に、かなり高設定によるのと、チャンスチェリー、あ、外れの方だっけ、どっちがかっけな、外れなんかチャンスチェリーが6でしか今のところ出てないみたいな、外れが高設定の方かな。でチャンスチェリー出現で、設定2以上1否定 か外れが出た方が熱い。で滑りベルに関しては偶数の方が出やすい。
はい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 、ボーナスが終了と、滑るベリは2回で、RT に行くときも RT 中も、一応ね20ゲームと50ゲームで分布違うんですけど、ハズレに設定されて、そこのハズレも数えましょう。でもね、俺 RT 中のハズレは正直数えなくていいと思ってるけど、俺は数えないつもりなんだよね。普通に打つときは RT 中50のハズレが 5.6 分の1から 5.24 分の1で、RT20 が 4.73 から 4.39 だから、他の設定推測要素は考えれば正直いらねえんじゃねえかなって思うんだよね。で、RT もシーズレーズから選べます。何からいこうかな。2がいい。2がいい。あー、2好きだね。いや、せっかくだから最初だけだ。最初だけ、最初だけだ。あんまやかった。よし、20ゲームしかないですけどね。2の RT は、いただき中の演出が採用されてます。で、1はとどろきビッグ中。サラバンのやつが、鏡のやつか。あ、ちなみに RT 中は弁当を第3消灯弁当引いても消灯しないので、弁当の区別がつかなくなるんで、弁当の確率を出すときは RT 中のゲーム数を除きましょう。ハズレ当たりはなしと。266枚で RT 終了といった感じが一連の流れですね。ああ、チャンス目来ましたね。そうそうそう、おや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 、チャンス。ただ目押しが遅いとリプレイの時もここまで滑ってきちゃうんですよね。で、あと弁当があるんで弁当をフォローしましょうということで、こっちに白7狙います。あら、いるね。どうしよう。むむ、普通にむむ。あ、あとはありえんのは赤か白か。あ、うん、リプレイ。あ、むむ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 、いるよな、リプレイが。これはあ、赤赤白だね。あっ、ここ痛い痛い。ノーミス、ノーミス、ノーミスです、ノーミスです。途中一回ここにもう一回バーン止まりましたけど、ノーミス、ノーミス。オッケーオッケー、赤赤白、チャンス目から早いよ。ただ赤頭のボーナスはあれ設定差がないのでラッキーです。ただの、よし、初代の番長行こう。トドロケいいね、やっぱトドロケドリームだよな。100年早いぜ。あ、チェリー、これでここの箱、あ、おおおお、はい、設定2以上確定です。設定2以上が確定しました。ありがとうございます。こんなに簡単に出るとはね。早い早い段階。しかも一応ね、高設定の方が出やすいらしいんですよ。期待できるかな。今のところ全然手応え的に子役確率とかボロクソに悪いんだけど。怖いな、怖いな。 2かな。まあ、ただ技術介入をね、フルでこなしていけば2でもね、勝てますから。下手こかなければ負けないぞ、もう。よっしゃ、514枚つながってるよ。あ、いただきセレクト。よし、ちょっとサラバンやってもいいかい。カカカカバーン、テテ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 テってやつだね。おい、いきなりチャンス。今リール枠が白くフラッシュした時は、まあ、チェリー狙うとチェリー4枚取れるんですけど、まあチャンス目の可能性ももちろんあり。で、大体が、8枚役取れるようにできてます。なので2連7、まず赤7を左に狙って、で、いつもビタ押ししてるチェリー弁当弁当を狙ってこっちにバーを狙う。そうするとこの赤7、チェリー、弁当
弁当じゃねえや、バー。このチェリーはしかもガクって書いてある弁当2連弁当の上のチェリーじゃないとダメなんで、このやり方で8枚取れます。でこれチェリー狙っちゃうと4枚なので、ここでも損しないように、しっかり白枠リールが白枠フラッシュしたらしっかり8枚取りましょうと。ボーナスはいないんだね。はい、でこの RT 終了画面にも一応ね、また同じような金閣寺とかあるのでそこも見ときましょう。 OK、 とりあえずは2以上が確定しましたので、こっからはよっぽどひどい目に遭わない限りは、今日は番長 A の日になりましたね。いや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 、しかしな、2以上が出てボーナスがまあまあ当たって、子役のオチが悪いってなるともう2確定なんだかってなっちゃうんですかこの段階でそれはそれでまだレギュラーが出てないからね、5の可能性はあるな。6がかな、6薄くなってきちゃうなって思うけど、どうだ、まあさすがにまだわからないけど、非常に6からは離れてってる気がするね。ワンチャンのチャンスチェリー出なかったらやめんじゃねえかぐらいの子役の持ち方ではある。あ、チャンス目だ。ういさあ来い。あーでも弱いかな、演出は弱め。お、あー普通だ。昨日とかだったので、ここにニコバ押しとかビタ押しとかすると赤レグがいるとき、これもしかしたらここ蹴るかもしれないね。あのテンパイ系から白レグが外れると、ああいないんだよな、あのテンパイ系から外れたらもしかしたらもういない確定かもしれない。中リールでちょっと変な形取るかも。まあいろいろとね、そうやってね、ボーナスがいるときといないときの制御の違いを探していくのがね、やっぱあのノーマルの面白いところだから、奥深いぜ、まだ分かりきってないところがあるからね。特にボーナス察知手順に関してはもうちょっといいの生まれるかもしれない。その子役の、まあ、一番分かりやすいのがさっき白七が吹っ飛んできたチェリー、もうあれ白7系確定だから、ああいうやつがその直接引き込み云々じゃなくても出てくる可能性はあるよね。この出目は青ビッグが成立してる時しかこの出目出ませんみたいなやつはある可能性がある。お、白チクラッシュ、赤7点灯8枚取りました。おーよーよー、リプレイか、目押しが若干遅かった。おー、あってこれが、この時は白7振ってこない理由は、白7振ってきちゃうと弁当、あ、ベルか、あ、ボタンをこぼすから、これはまだ白7決の可能性もあり、あ、これで多分ね、いない確定なんだよな。おお、来た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 、チャーッ、あ、チャンス目でござるな、特訓かな。おお、チャンス、あ、特訓のステージ、むむ、あー、いないんじゃないかこれ。あ、これは初代だね。いや、違う、番長2か、2だ。一応行ってみるか。あ、いた、止まったな。どうやって蹴ったんだろう、この、なんかあるんだろうな、その裏でもしかしたらチェリーが立ってたとか。172ゲーム、チャンス目からレギュラーでございます。レギュラー中は、まず1ゲーム同じようにここにバー、これを1回やって、で次のゲームから2連7を狙います。でこれが揃った時に
キャラクターが増える抽選を行ってくれるんですけど、これが2、3まで行けば2以上確定で、今ねチャンスキリ出て2以上確定してるんで、もしかしたら出るかもね。マチコ先生、次はミサオどころか出ないで、でレギュラーは終わりと。なんでね、レギュラーに関してはね、もうほんとおまけですよね。だからもう RT 中にはね、あんま引きたくないんだね。 RT 減っちゃうから。特にあの青七の後に、そう、青七の後早々 RT 引、あのレギュラー引いちゃうとかなりへこむ。なかなか出ないんだね。よしよし、ちょっと遊びましたけど、制御見たりして141ゲーム、よし91ゲーム。20は短いよな、あっという間だよ。お、フラッシュあり、何かいますね。弁当、普通の弁当。お、リップで、どうだ。お、弁当で当たったパターンあるか。無視、ノリオが実際にいたら友達になれるかなぁ。言われて、ノリオはきついな。ノリオ会話できねえよ。落ち着いてよ、ノリオちゃん。喋れないのかな、あいつ。喋ってるとこないっすよね。ない、今まで一度も。気になってそうなんだよな、なんか。なんかすげえ急に降り出した雨とかで傘貸してくれそうだもん、ノリを。ヒャッ、ヒャッ、ヒャッ、使っていいな、ヒャッ。いや、いいやつそうだ。いいやつそうだ、なんかノリオはちょっといいやつだ、多分。いやー、二の匂いします。おう、チャンスだ。チャンス目、チャンス目に、これやっぱ RT 状態中上がってるな、出現率。バド、バドミントンか、バカ野郎、バカ野郎。白レギュラーはなし。うひゃひゃ、あー、いない、これはいないね。うわ、そうだね、上がってるな、 RT 中やっぱ上がってる。ノリオのワンポイントね。かわいいな、狂犬のノリオ。もう 3名いらっしゃいますけど、消灯弁当ですね。お、弁当からいったぞ。3人いたし、いや、あんま発展しないね。まあ、番長シリーズも結構そうじゃん。そうっすね。弁当だったらピッカクか。あ、弱体験。あー、ないね。あ、リプレイ。いやー、弱い。演出は弱い。あ、いってるねー。弁当だもんな。外してみる？演出見ちゃう？本当は入れなくちゃダメなんだよ。わー、強攻撃きたー。あっつ、超番長の形ね、超番長の形。あー、ベルなんだね、ベルだ。オッケー、弁当プラス青7だね、多分。普通の弁当もあれかな、青7ビッグ確定なのかな、あれと一緒で今まで通り。
かっこいい。うーよーし。青ビッグも消化方法は一緒です。いやーどうしよっかな。うわ懐かしい。ディスタンスにしよう。泣ける、泣ける。撤去の時を思い出すな。番長、初代番長が撤去されてしまうみなしき撤去の時に最後の修理打ちに行ったんだよな。で10万投資10万投資の5050枚回収だったんだよね。そうで、いつも轟きで打ってたんだけど、もう時間も時間だから最後ちょっと一応ミサオでも聞いとくかって聞いたら泣きそうになったよね。もうすぐ会えなくなるって言われたら、あ、撤去か、撤去なのか。そしていつか会えるまたその日までっつってね、つが現れるわけですよ。はい、ついにこの日が来たかと。暑い暑いというか、もうつ、そう、ワンの頃は私はまだパチスロライターじゃなかったですからね。で、まあ、2の時はもうパチスロライターですね。懐かしいですね。はい、304枚青7だから多いよでね、青7は RT が50ゲームもらえますんでね、ボーナス引くチャンス。何がいいかな、何か希望あるかい。番長、番長2、サラバン、番長3。2好きだな。2ビーチだな。ちょっとあれみたいね、迷彩のヘリコプターみたいな。おっ、強っ。あ、白ね、懐かしい懐かしい。チェリーかな。あ、弁当か。あ、分かる分かる。そうなるでしょうね、弁当だから。ただね、乗るんだよね。そうなんですね。いきなり乗るわけで、200とか出してくるわけ急に。それがもう最大の長所だったからね。またね、あれだね、 RT 機だからさ、はい、あの ART 機みたいにさ、ナビなしが熱いみたいなこともやりたい放題なわけよ。 それがね、またうまいよ。弁当。お、終わりくれか。50ゲームあると楽しいな。楽しい。20ゲームちょっと短いかなって気するけど、50あるとこれ面白いな。急に面白くなるな。見せるね、見せていく。オーケー、50ゲーム残念ながらボーナス例はなしと。いいなぁ、いいぞ。おう、うん、うん、いいぞ。投資が8000円、まあ、プラスではあるね、サマイ的に。今日はとにかく弁当を一つもこぼさない、これをまず目標にいきます。こぼしたらどうしましょう。服ごめんなさいって言いながら服、お弁当こぼすんじゃない。これはやっぱ番長からのメッセージですね。学生職業へ、お弁当を食べるときはきれいにこぼすなよっていう。こぼしたら謝って服、すいません。そのこぼした痕跡をなくすということですね。だからカットするってことです。はあ、拭いたらカットします、うん、拭いたらカットします、拭いたらカットします、うん、拭いたらカットしたことを報告したせいで、まあ、こぼしてるって、さっき拭きました。拭いたので大丈夫ですか。今拭きました。お
ったよ。危ねえこれマジ、弁当の可能性あったねこれマジ。チャンスでよかったよ。ベル予告なし、ビタ止まり、シドバーなし、バドミントンかい。むしろもうここをしてった方がいいんじゃないか。あおらんおらん、あとおらんって言いながらのボーナス確定画面、これも今日やりません。あなるほど、ええ、ボーナスを最後まで見逃し続けるっていうやりません。これいるかもいるかも、あーいるいるとしたらあれとあれだ、まだ絞り切れてないけど確定っていうのはおいありえますけど、いません、ボーナスいません。でん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 はやりません、今日今日やりません。ごハットです、ごハットです。今日は弁当こぼしと、ボーナス、おうボーナス被災、これやりません。これ滑ってますよ。よし赤赤白、これは自信ある、今の滑りは自信ある、赤赤白でしょう。よし91ゲーム、今4コマ滑りはさすがにわかるね。歌聞いちゃおっかな、この新しいやつ聞いてみるか、エアキャッチボール。あらなんかどうしたのかしら、急に日常にどうしたのかしら、急にあらら、なんか今風すごくキテレツくんの家みたいなところから家の外観としてはキテレツくん、キテレツくんちみたいですけど、ホロスケが出てきそうな。あーすごい、各2台のミサオちゃんが、あなんかセクシーショットが多少混じってますね、なかったはずのお風呂上がりの静香ちゃん的なの、今日は夜だ、のび太さんのエッチ的なシーンがやっぱりどうしてもね、そういうところの需要もね考えつつ、のび太くん歌一切聞いてなかった映像だけ確かに。楽しい夜になりそうだ、おらチェリーだぜおい、めちゃめちゃ気持ちいいこれマジかよ、かわいいノリオに虜だ。今日の4月16日バッチノートコメント大賞今回から採用します、今回のコメント大賞は